皆様ようこそ。ただいまから弊社の幕僚パークをご紹介します。幕僚パークは南北およそ 8km、 東西およそ 4km、 総面積2603ヘクタールの土地を作り出しました。第6ナフサ計画の投資では第1期から第4期まで合計5744億台湾ドルを費やしました。幕僚パークには大型の設備が多く、その規模は世界的です。例えば高さ90メートル以上、重量1500トンの製造設備のほかに13万ミリリットルのオイルタンクが38個もあり、その直径は86メートル、高さ22メートルで世界で最大容量のタンクに数えられます。幕僚パーク内の建設内容は以下の通りです。オイルの面では1年あたり2500万トン製油でき、毎日54万トン生産できます。ケース燃料油は年産400万トンで、全てパーク内の関連工場に提供しています。またガソリン、ディーゼルオイル、航空機用燃料、液化石油なども生産し、国内外に供給しています。石化原料および化学製品の面では、幕僚パークにはナフサ精製所が3カ所あります。エチレンの年産量は 293.5 万トン、プロピレン 236.7 万トン、ブタジエン 44.7 万トン、さらにクロロエチレン、ポリエンカビニル、芳香族炭化水素、スチレン、エチレングリコールなど石化原料を生産しています。各種の産品の生産能力は高く、台湾プラスチックは世界の石化原料生産において好成績を上げています。燃料と製品の輸出のため、30万トンの船が幕僚港を自由に出入りできるように、面積476ヘクタールで深さ24メートルの埠頭を作りました。現在埠頭はすでに20個完成しました。本グループの所有する47隻の船で、毎年7000万トンの荷物を扱っています。便利な海上輸送で産業の発展を促進しています。幕僚パークでは現在61の工場が操業中です。第6ナフサ計画は台湾プラスチックグループの産業チェーンをさらにレベルアップさせ、石化産業の上流製油事業ばかりでなく、同時に各種の石化原料および化学製品も生産できるようになり、台湾の原料自給率を向上させました。そしてプラスチック加工および化学繊維などの生産事業で、加工業者はそれらの製品を使って各種の民生用品を製造することができます。例えば PP 合成紙、景観地盤材、プラスチック合板家具、防火玄関、自動車用レザーなど日常生活に普及しています。弊社の第6ナフサ計画の長所について以下の点を紹介します。まず第6ナフサ計画の全体プロジェクトとしては、工業用鋼、発電所および関連する石油原料をパイプで輸送することで運営輸送のコストダウンができます。それに一貫生産方式で上中下の垂直統合の効果も見られます。ご来場誠にありがとうございました。